しまっていこう。それナイスキャッチ、それナイスキャッチと紙で作ったボールをキャッチすることができる野球のグローブを作ります。いくぞ、ナイスキャッチ。まず折り紙を裏返し半分に折ります。折り筋をつけ広げます。手前の端を中央に折ります。さらに中央に折ります。しっかりと折り筋をつけてください。折りやすいように全体の向きを変えます。こちらの端も中央に折ります。さらに中央に折ります。ここまで折ったら全体を広げます。このように横の折り筋がたくさんできています。この折り筋が縦になるように90度回します。そしてまた半分に折ります。同じ工程を繰り返していきます。折り筋をつけ広げます。手前の端を中央に折ります。さらに中央に折ります。折りやすいように全体の向きを変えます。こちらの端も中央に折ります。さらに中央に折ります。ここまで折ったら全体を広げます。このようにマス目状の折り筋ができています。一旦裏返し色がついた方を上にします。手前1列を折ります。白い部分を上にします。そして左右に裏返します。手前に折った部分がきます。手前を半分に折ります。一番近い折り筋までこのように細く折ります。そして折り筋をつけて広げます。折りやすいように向きを変え、こちらも半分に折ります。一番近い折り筋まで細く折ります。そして折り筋をつけ広げます。中央にあるこの一列、この一番右の縦の折り筋から斜めに伸びるこのラインで
折り筋をつけます。左側も左の縦の折り筋から斜めに伸びるこのラインで折り筋をつけます。まずはここに折り筋をつけます。折り筋をつけ広げます。続いてここに折り筋をつけます。このように斜めに折って折り筋をつけ広げます。ここに折り筋をつけます。手前にこのように折り折り筋をつけ広げます。ここに折り筋をつけます。斜めに折って折り筋をつけ広げます。ひっくり返して色がついた面を上にします。真ん中の一列の端のこの縦、ここを折ります。山折りします。左側も山折りします。全体をこのように折ります。上一列だけ残して90度折ります。端の先ほど折り目をつけたところを斜めにします。そしてこの白い部分が出たところをまず折り、そこにもう一方白い部分がない方を折りつつ、この角をポケットに入れます。白い部分のポケットに差し込みます。差し込んでさらにひっくり返し、差し込んだ部分を内側に半分折ります。内側に折ってしっかりと固定します。反対側もまず白く出ている方を折ります。そこに白い部分がない方を折り、この角を白いポケットに差し込みます。このように差し込んでひっくり返し、差し込んだ部分を中に折ります。しっかりと固定します。そしてこの半分の部分、他のところも中に折り込みます。そうするとこのようなボックスが完成します。白くない方が手のひら側です。白い帯がある方が手の甲側です。左手につけるグラブを作っていきます。この上の一列の一番左、ここが親指が入るところになります。その右、一つ右、
ここをこのようにへこませます。右側は1、2、その左をこのように、そして横に折り、最後くの字にこのような形にへこませます。前後から潰し、ここは三角です。三角形に潰します。ここも三角に潰します。この四角が潰れないように中から指を入れ、しっかり四角をキープします。このように潰します。このへこんだところを下の方にも延長させ、ここもへこませます。このへこんだ部分を下に延長させます。全体的に手前に折り曲げ、これでグローブの完成です。この部分に親指を入れ、人差し指は外に出します。そして中指と薬指をこのボックスに入れます。小指はこのように出します。このように閉じることができます。紙で作ったボールをキャッチすることもできます。ぜひ作ってみてください。ナイスキャッチ、ナイスキャッチ、ナイスキャッチ。